40万人感謝の突破記念でとしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。都市伝説のような話。何それ。なんだ、都市伝説みたいなの混じつつ、僕の豆知識も披露して。おー、ディズニーの話です。おー、これは楽しい。俺ですよ、久々だわ、ついからディズニーの紹介。気持ち悪すぎない？え、なんでバラシク好きな落ち武者みたいな。ディズニー好きとか言う人はたくさんいるでしょう。ディズニー YouTuber とか語ってほしくない。プライドが静かにしてほしい。ガチだからこそ。まあ、こっちはもう言ってるし、歴も違うし、レベルが違うわけですよ。14で言ってたもんね、一時期ね。15だ。もう俺の予想の上回っちゃう。逆にレベルが違いすぎて、あんま語りたくないっていう。あーなるほどね。調べたくなる。教えたくなる。メンバーとかには話してみる。だけどこの何十万人っていう人に話したら、そのお話の価値がさ下がっちゃう。まあ確かにな。じゃあ今日やめましょう。やめますか。簡単に言うと、まあ、はい、性格が悪くてあまりやってこなかったという避けてきたこのコーナーですが、もうちょっとね、話す時が来たかなと。クイズ形式でいろいろ問題出して、お、出た、答えられないだろうから回答を教えて、はい、まあ、そっからいろんな豆知識を教えていくという。おー、いいね。全問正解したの。1問目です。東京のディズニーリゾート、はい、で一番高い建物は何でしょうか。はい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 。シンデレラ城ですよ。どこもないわ。あれ、一応聞くわ。タワーオブテラ。スペースマウンテン。スペースマウンテン。正解はタワーオブテラ。はい。もうね、タワテラなんだ。どこもないんですよ。もうこうやってね、すぐシンデレラ城とか言うじゃん。怖いのよ。もうごめん、3年は行かないで。日々ね、僕がいろいろビッキーブラティに継承してるでしょ、ディズニーの。そうね、裏話みたいな。どんだけ浸透してるかっていうとこ見られますから。あー、やばい。話聞いてない率上がりますから。やばい、ちゃんと心で響いてるかどうか。これ実はみんなシンデレラ城か C にあるプロメテウス火山だと勘違いするんで。はい。でもあれ実は 51m しかない。スタッフも同じだ。決められてるんだ。でもなんで高く見えるか僕知ってますからね。それ僕が言いました。はい、そうですね。じゃあ3m かな。一応言っとくと、高く見えるのは上に行けば行くほど本当に窓の大きさをちっちゃくしている。なるほど。もう目の錯覚を利用したね。錯覚、強制遠近法っていう技を使って。すげえよ。一応タワーブテラにもこれ入ってるんですけど。あ、そうなの。タワーブテラは 59m。 でこれ中途半端な高さですよね。うん、まあ確かに。なんでなのか、60からが航空法みたいなのが入っちゃって。なるほど。あ、そうなんだ。赤いランプを夜つけなきゃいけないんです。ああ、それはディズニーの世界観に反するぞと。確かに。いうことで 59m で収めて。やばっ、わ、すげえそれ。プロメテウス火山ってあるじゃないですか。はいはいはい。あ、まあ、噴火はしてるんですよ毎日。風がない日だと噴火がちょっとミッキーの形になる。マジで。やばっ。マジ知らん。そんなもん。結構ね、がっつりミッキーの形してるんで。え、すげえ。5、6分考えただけで30個ぐらいはヤバい話が出てきたんで。今日だけでは終わらないです。これディズニーの語りを始めたら、あのエピソード590ぐらいまで。ホーンテッドマンションの話。おお、まあ、ディズニーで有数のね、数少ない怖いアトラクション。あのアトラクション、他のアトラクションと違って特別なね、あることをしています。中のあの雰囲気を作るのに特別なことをします。出れました。え、入れない。怖い雰囲気を作るということは、はい、クモの巣とかないとは。はいはいはい。本当のクモをばらまいてる。惜しい。テラー、はい、ターボテラーは怖いから本物の幽霊を使ってるんですよ。はい、あ、わかったわかった。本物の。これはね、これはね。全員ふざけてたの、自分でバレてた。自分でバレてたよ。正解は、唯一掃除をしています。うわ、あー、こういうことは。やばっ。はい。これはまあまあまあ。ただ、あー、もう
第3問、はい、ダッフィーっていうキャラいますね。いますね。ダッフィーっていう前、名前になる前からパークに出ている、その時の名前は何でしょう。これは当てた人結構すごいです。何々ベアっていう。何々ベア、ミッキーベア。惜しいね。ディズニーベア。正解。さあ2005年から予約ちゃんと設定と名前が出てる。やばくない？ミッキーベアが一番惜しい。なんて言ったっけ、ミッキーの友達。あ、そうなんだ。いや、4問目です。よっしゃ、こっからね、もう一気にもう感動秘話だらけ。うわちょっとディズニーの脳みそでしょ。ディズニーランドとか C で迷子のアナウンス聞いたことあります？迷子のアナウンス、ほんまない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 、あんまとかじゃなくて一回もないんです。やっぱないんか。で、迷子って絶対たまに出てる。いや、そんなのあるわけないよな。どうやって迷子の人を探し出して、キャスト以外に私服のキャストを入れている。それで迷子を見つける係みたいなやつがある。そもそもキャスト全員が親子とかちゃんと見てるから迷子に出た例が一回もない。あー近いね。ディズニーありそうです。でも正解も出してるんです。え、森さんが正解。えぇー、マジで。夢にちゃんと他のお客さんをね、入れさせるためにアナウンスは一切は禁止にしていて、私服のキャストが何人もいて、その人たちが一斉に人力で探し出す。鳥肌だった今。すげえ。一人だけ笑ってた。笑ってた。それ見て俺心の中で大爆笑してた。5問目、アラビアンコーストっていうエリアありますよね。はいはいはい。あそこのトイレだけ特別な工夫がされています。どんな工夫？ピンポン。はい、カレーの匂いがする。違う、ハニーハント的なね。そう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 。ハッピーモン。はい。トイレが喋る。ちょっともう全然違うので回答言います。ああ、なんでしょう。アラビアンって言ったら何が浮かびますか？アラジン。アラジン。あ、アラジン。アラジンって言ったらジャスミンと王子様。はい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 。なんとこのエリアだけトイレの表記がプリンス、プリンセスになっている。ああ、素晴らしくないです。そういうこと。うわー、次6問目ですから、ね、はい、6問目、3択です。シンデレラ城、皆さん思い浮かべてください、はい、全部の上の部分が何色になっているか。1、青、2、白、3、金。さあ何でしょう。いやー、でもね、これは1のイメージ超強い。じゃあ青の人、はい、白の人、はい、白、金の人、はい、これ実は金色です。いや、ほんとに全部金で、この理由がもうなんとも素敵でして、金って世界共通で一番、ね、目立つ色なんです。うん、うん、あとウォルト・ディズニーがですね、東京ディズニーランドができる直前ぐらいなくなってしまったと。ああ、いや、そうなんですか。そしてそこでパークの象徴であるシンデレラ城の一番上の部分を一番目立つ色にして、うん、天国からウォルトが見れるようにしてあげよう。うわ、なにそれ。ソードが、なにそれ。いや、ウォルトで完成作を見せたかったんや。そうです。すごい。いや、深すぎる。なんだこれ。次でいうの最終問題。最終問題。ああ、最終問題ね。皆さん、ディズニーで意外に高いもの売ってないなって思ったことないですか？おお、そう。あ、確かにね。確かにな。どんなの見ても5万以上のとか見たことないでしょ。うん、ない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 。そんなディズニーランドで最も高いものがいくらぐらいなのか予想して。いくらか。買えるもので、商品ですよ。ディズニーのなんかキャラクターのプラチナみたいなやつでできた像みたいな。で、それで多分ね、50万とかかな。150、200、200、200。いや、80。正解は500万円。500万円。何それ。何が500。マリオが目に目をつけていたとこ全く一緒で、あの宝石を作っているところ、そこのスワルフスキーでできたシンデレラ城があるんです、オブジェが。それが500万円。うわ、それって買ったことある人いるの？じゃあ俺が買いますよ。来年ぐらいにじゃあスワロフスキーのシンデレラ城買ってみたで。やばー。一つだけね、言わせてほしいんですけど、ディズニーで最も高いもの、それはみんなとの楽しい思い出なのではないでしょうか。プライスです。プライス。立ち上がった。あの興奮や
感動はね、お金に換えられません。いやー、うまい締め方してきた。500万円のシンデレラジオより価値あります。いやもう価値ありますわ。はい、少しでも夢を感じたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、ディズニーを愛しすぎた結果、あらゆるルートからね、ディズニーのお偉いと結構仲良くなっています。おお。すごい、今日話したら、この序の口コース、あ、序の口の高評価が多くいただけたら、ここでしか知らないような情報をどんどん教えて。うわー、みんな知りたいでしょ。主呼んでやろう、主呼んでやろう。それでは次の動画でお会いしましょう。プライスです。プライスです。覚悟でぶっかまれてる奴らけっ飛ばす。